はい、アルブルモッコ教室の木材仕入れ担当の米地です。今日はバズモッコレシピのその13ですかね、ということで早速やっていきましょう。で、何を作るかといいますと、これを入れるケースを作ろうというふうに思っています。まずこの奈良材、奈良を使いたいと思っているんですけども、もうこれがかかっている材料なんですね。出してみますと、こんな感じでプレナーまで当たっている状態です。このまま長さカットして四角くしてケースにして作ろうというふうに思っています。長さだけ切ったら、まあこんな感じで箱になるかなと。で、底板はこれを切って、で、上にこの板をかぶせて、この重みでこう押さえられるっていうような作りにしようかな。はい、できました。ではまずちゃんと切れてるかどうか確認したいと思います。ぴったりですね。当たり前やけど。このままこれがこう。結構きつきつでしたかね。でもまあいいですよね。これを蓋がこう。出来上がりはこんな感じになろうかと思います。あと、ここに穴開けることと、まあ、接着することになってくるんですけども、どっからやったらいいですか、こういう作り方。場合、こっちを先つけるのか、こっちを先つけるのか、まず奈良ですね。はい、奈良自体を全部四角にして、はい、最後に接着する。なるほど。じゃあ、ここにボンドを塗って、このうちボンドにつけていきますね。はい、ボンドはもうこのボンドに積まれるかな。はい、さあ、行きましょう。大体真ん中になるように、はい、我ながらうまくいきます。素晴らしい。これ切りとかで穴を開けると割れなくなりますね。そうですね、ドリルが一番難しい。なるほど、はい、ドリルですね。それは細い部分ですね。そうですね。釘より太いのにしておくとスカスカになる。なるほど、なるほど。さすがに簡単。早い早い。これは最初からこうすればよかったレベルに。なるほど。しなくてもいいですか？はい。なぜ？その奈良が収縮したりするので、その時にベニヤは収縮の度合いが違うから。そうだ。ベニヤが浮いてきたりとか。なるほど、なるほど。これが一つのコツですね。そうか、ノーマル。穴開けた方がいいですか？こういう時大体僕こう対角線に打っていくんですけど、対角線には打たない方がいいです。あ、そうなの。そういう時は短い方から打ちます。じ、はい、あ、そうなんや。で、短い方を合わせた時に、その奈良の箱自体が直角出てるかどうか。で、で打っただけなので多分直角出てないんですけど、ベニヤ板自体は絶対直角なので一番効いてるもんね。はい、それで短手を合わせて、ここを合わせるんや。そうです、そうです。ほんでこっちが合わせるんや。はい、なるほど。ここも矯正される。ちょうどいい感じですね。ぴったりです。
お。それぞれまあ完成、形は完成で、あとはあのこれサンダーかけて塗装して完成したいと思います。